パトリス・ル・コント監督作品リディキュールは1996年にノミネートされた。本項目はアカデミー国際長編映画賞へ出品されたフランスの映画作品の一覧である。フランスはこの部門では世界で最も成功した国の一つであり、出品された映画の半数以上がノミネートに至っている。2020年までに65本が出品され、 38本がノミネートに至り、そのうち9本が受賞している。アカデミー国際長編映画賞は、アメリカ合衆国の映画芸術科学アカデミーが主催し、アメリカ合衆国以外の国で制作され、主要な会話が英語以外で占められた長編映画を対象としている。1947年から1955年までのアイダ・アンピスは、 アメリカ合衆国内で公開された優れた外国語映画に対しアカデミー名誉賞を送っていた。その際には他の候補作品と競い合うという方式ではなくアカデミー理事会の投票により受賞作のみが選出されていた。この期間中3本のフランス映画に名誉賞が贈られた。1956年のアカデミー賞で非英語作品を対象とした。 外国語映画賞が導入され、以後常設されている。フランス代表作は、センターナショナルデラシンネマターグロフィと文化・コミュニケーション賞により決定されている。1956年よりアンピスは外国語映画賞を設置し、各国のその年最高の映画を招待している。外国語映画賞委員会はプロセスを監視し、すべての応募作品を評価する。その後、 委員会は5つのノミネート作品を決定するために秘密投票を行う。外国語映画賞が設置される以前はアメリカ合衆国で公開された外国語映画に投票されており、各国が代表作を出品するという形式ではなかった。フランスは1956年の賞の創設以降、毎年代表作を出品している唯一の国であり、また、 その半数以上がノミネートに至っている。以下は、フランスの代表作品の一覧である。ブラジルと共同制作したためにポルトガル語が使われた1959年の、黒いオルフェ以外の全ての代表作はフランス語である。ありがとうございます。